声優カード10問答えるのか。嘘やだ、全然当たんない、やばい、半分いくんだけど。キュンと、皆さんこんにちは、ヒューマンアカデミー声優漫画家専攻の瀬川玲奈です。今日はガチで、うん、受験で、うん、瀬川玲奈、はい、声優カード10問答えるのか。嘘やだ、本当に知らなかったらどうしよう。でもまあ自信はありますよ、声優としてやってきましたから。全部20問上がりました。ヒュースト第1問、うん、頭合わせ待って、全然出てこないんだけど。で1問目だよね。頭合わせ、セリフの頭から合わせていきましょうか的な感じ。え、違う、嘘。正解は、はい、映像の口の動きとセリフの冒頭を合わせること。 0.5 点、確かに半分合ってた。0.5 点。はい、次第2問、カタカナで、うん、オオミット。オオミット、何オオミットって。見たことないです。お、想像で。え、全然わかんない、出てきません、無理です。何ですか。台本のセリフを削除するとカットと。じゃあカットって言ってくださいよ。ひどい、オーミット言われたことないもん。そこオーミットでなんて言われたことない、カットで。ちょっとこれは意地悪問題じゃないですか。はい、次。デメクロは本番間際に本番同様のリハーサルを行うことですが、はい、何の言葉の略でしょうか。デネプロ、プロモーション、ゲネ、ゲネって何。デネプロモーション。何何？ヒントはドイツ語。いや、もっと知らないですよ。ヒントになってないですよ。ドイツ語のゲネラールプローベ。ゲネプロはまあしますよ。ゲネプロ大事。ゲネプロはお世話になっています。ドイツ語って覚えておこう。よし。苦戦してないですか？0.5 点しか取れてない。やばいやばい。知らないんですけど。はい、第4問。4問。セリフを当初予定していた部分、うん、尺よりも伸ばして読むことを何て言うでしょうか。伸ばして読む、長めに。セリフ伸ばすんでしょ。セリフなんちゃらってことですね。セリフを尻に合わせて。え？セリフをこぼす。あー、こぼすって言うわ。これは言います。こぼしてって言われるわ。出てこんかったな。はい、すいません、全然当たんない、やばい、半分いくんだけど。第5問、はい、前の人のセリフに次の人のセリフが重なっている状態のことを何て言うでしょう。セリフを乗せる。残念。何。セリフを食う。あー、食って、あ、言うわ。現場でさ、食ってるって言われたら分かるんだよ。問題出されると分かんないんだよ、本当に。第6問、はい、舐めるの意味を答えます。舐める、舐める感じでってことですね。言葉について出てこないんだけど、どうしよう。何も正解してないんだけど、今色っぽさを出す。当たんない、当たんないよ。マイクを舐めることができるくらいの距離で声を出すことで、演技の中で声を潜めるシーンや距離の近さを表現するために使います。へー、勉強になります。それ分かんなかったかもしれない。気をつけよう、舐める感じでって言われたら距離感、はい、距離感です。第5問、映像のキャラクターの口の動きが余ってしまうことを何と言うでしょう。早上がり、早尻。って言われるもん。なんで言われるよ。なんですか。パクる。あー、パクってる。ねえ、出るわ、言われる、パクってる。うわー、なんで出てこないの。これは知ってた、パクってるって最初の頃よく言われてたな。第8問、はい、感情を入れずにセリフを読むことを何て言いましょう。ヒントください、ヒント。なんとか読み、棒読み。棒読み。何ですか。強み。え、知らない知らない。強みって言うんだ。気をつけよう、言われないように。9問、はい、心の声や独り言など、うん、一人で喋るセリフ、モノローグ。
よし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 、これはね、モノローグは知ってますよ、そりゃ2点5点最終問題ください、スペシャル。では第10問、うん、他に向けて発音される家業の雑音のことを何と言う？ガギグゲゴ、これですよね、これのことですよね、これ知ってるんですよ、知ってるんですよ、これのことっていうのは分かるの、なんだっけ名前、やばいやばい、あービダコーン、え、合ってんの、合ってた、よかったよかった、もう変な空気出さないでくださいよ、よかった、最終問題分かって、ヒュースタということで、長谷川は10問中 2.5 問当たりましたやばいわこれ、でも本当に知ってるんですよ、言い訳タイムよ、ここからは本当に、現場で言われたらちゃんと分かりますから、皆さん心配しないでください、まあ、皆さんと一緒に今勉強できましたので、ヒューマンアカデミーのホームページに行って、業界用語をマスターしようというページがありますので、私もそこでマスターできるように頑張ります、ぜひ皆さんもそこでね、気になった方は見てみてください。はい、ということでこの動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします、勉強します。